これが FRP なんだ。これが FRP 何枚か重ねてる。もうそろそろじゃん。でこれをここにはめ込むというパターンだ。はい。これ入るようにさ、はい、言ってたよね。言ってるんやけどさ、相手がポリエステルでも問題ないから、やっぱここで強度入れてたらいいんじゃない？ああ、はいはいはい。ポリエステルダメよ。収縮あるから。エポクシーかまさないから、エポクシーかシリコンか。要するにコーキングか、エポキシかどっちかかまさないとダメよ。いやいや、これ言ってるのはこの枠の方よ。ああ、枠は大丈夫。大丈夫。うん、大丈夫。だってそれが壊れたら、もうガラスも行くよね。自動車壊れちゃう。ああ、ガラスも壊れるよ。1890をアレンジしてガラスと FRP の接着にすればいいんじゃないのかなと。これでね、うん、要は厚みが持てる。あ、持てる持てる。もちろん。こう力を効く。そう、チクトロ効きますよ。効きますよ。だって厚みとって これ5分間のあれでしょ、うん、でこれ厚み十分あるでしょ。これ薄い方だからこうなの。接着剤としたらこれ厚みある方。収縮度はどうですか？全然全然。だからポリエステルの10分の1以下よ、はい、もう圧倒的に。でほらブレーニング圏のは収縮率さらに小さいじゃん。小さくする。だってこれ収縮率小さくないとこんな値出ないんだから。要はそうよ。収縮率小さいから接着力も値が出るわけ。連動して。で、剥がしてもらいたいわけよ。確認してもらいたいわけよ、これの。とりあえず、これ常温効果だけ。常温効果。でももう12年、13年ぐらい経ったでしょ、うん、?98 年ですから。だからこれ常温効果だけ。で、これ常温プラス、うん、60度2時間。これフルキュアだよね。だから、常温効果だけでやりたいんだったら、これ一度剥がして、確認して。で、フルキュアしたいんだったら60度上がりますよ。上がってもさ、うん、FRP の方が怖いんだよ、逆に。ああ、怖い怖い。だからそれだったら常温効果だけでいけるじゃん。これだけで常温効果でどれぐらいで剥がれるかどうか見てみるじゃん。両方とも常温効果だ。いいよ、カッターナイフでこんだけ汁、うん、こんだけあるから、うん、1個2個は剥がししてさ、2個ぐらい剥がしして。こっちは普通の分度。それは5分間だから、5分間のエポキシー。ああ、はい。どれぐらいで常温で何日ぐらいで硬化する？完全硬化。ああ、それは1週間もあればもう十分よ。2、3日で。ええ、少しずつよ。バカッとやってるかな。どう？硬いな。手切らないでね。うん、硬いよ。硬くなきゃエポキシーじゃないでしょ。どう？あ、これいいわ。それあとその5分間のやってみて、比べてみて。5分間の強くはダメだ。うわ、剥がれる。削らなきゃんね。いや、だってほらそれ剥がるんじゃん、5分間のね。そこからねえ、1890やってみてよ。そのガラスが割れない。俺ガラス割れると思ってるんだよ。ああ、取れた取れた。ダメよ、板金屋に剥がさせた。そうだよね、取れるでしょ。ねえ、それがだから違うとこなのよ。え、あ、手切らないでよ。多分手が切れたら、手に当たった瞬間歯が折れるよ。いや、ガラスが壊れないと開発の意味がないわけ。ガラス壊れんだよ、それ。そう、危ないじゃん。だから危ないよっつって言ってんじゃん。あ、これ硬いわ。ね、悪くないでしょ。で、普通のエポキシだったら、そのガラスからパリッと剥がれちゃうんだよ。ねえ、
理系剤塗ったようにポコッと外れるのね、うん、これ常温やったよね。そうだよ、それ常温だよ。だから熱かければもっと強くなるよ当然。本当じゃ本当よ。60度剥がしていい。いいよ、60度のはパリッと剥がれないよ。10年前これだ。え、そう、10だから10年以上前。ああ98年だから10何年。うわこれ全然違うじゃん。何が何のことよ。いやさっきの常温と。そう違うよ、それの方がいいよ。だから加熱した方がいい。え、ビクともしない、うん、だから加熱した方が性能がいいよ。それはその加熱すると剥がれちゃうんだよ。どれがその茶色っぽいやつ、ほら色も変色してるでしょ、うん、それはカットするから。あ、ほらおお、これ剥がれちゃう。じゃあ五郎子が言ったのなんでつけたの。だから五郎子が言ったのは八三よ、普通のよ。普通の八三で、うん、だからガラス用のだったらそのガラス用のアレンジしますよって話。悪くないでしょ、うん、悪くない。だからガラス用のはガラス用のっていう意味が分かるでしょ、うんうん、分かった分かるでしょ、うん、60度で焼いたのでこの硬さならさ、うん、表面温度を30度ぐらいに落ちたんで多分ポリエステルしなる、うん、熱は自由にできるし、うん、チクトロは自由にできるし、配合の分散は自由にできるし、ガラスにつくかポリエステルにつくかっていうアレンジもできるし、2パターンですよ。この内側の耳を今作るわけですよ。どれぐらいすればいいかな。内側の耳、うん、このノリシロ、うんうん、そこがあれね、接着剤、うん、ガラスのと呼ばれているの接着剤つけたい部分ね、うん、そうなんですよ、はい、そうすると5ミリないぐらい、5ミリ以上ぐらいね、これだったらさ、ちょっと5ミリぐらいあるよ、なんか5ミリあるよね、うん、ここをまた成形せないからですよ、うんうん、はい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 、整形って FRP で、 FRP でポリエステルで、はい、ポリエステルで、はい、うん、厚みつけたり、うん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 、あとこの耳の大きさを一定に、はい、で黒にするっていう部分はこの部分を黒にする、はいはいはい、じゃあエポ接着剤の量って要するにこの部分ね、うん、この部分、この部分ね、うん、じゃあ本当に少しでいいんだ。この部分だったら社長ほんとごくわずかよ。 200g 使って1平米塗れんだよ、200ミクロンで、コンマ2で。来週必要っていうのは、うん、要するにここの部分のこれね、うん、はい、わかりました。じゃあ最低限その材料で黒に着色できて、でチクトロが効くっていうのは要するにここから垂れないチクトロが欲しいってことね、いうことね、はい、わかりました。まあ一応塗るときはマスキングしますけど、うんうんうん、で一応チクトロが効いてあのベタッと垂れ下がんなきゃいいっていうやつね、流出しなきゃね、はい、だから発散よりずっと粘度が低い方がいいやね。液状で、うん、要するに黒ゲルみたいなのがいい、うん、黒ゲル使ったでしょ、あれ垂れそうで垂れないでしょ、で伸びるでしょ、でああいうパターンがいいってやるでしょ。要するにチクトロいいでしょ、伸びが良くて垂れなくて、うん、であれよりちょっと低いか高いかぐらいがいいんでしょ。あのゲルだったら、うん、あのポリエステル用のゲルよりか厚みが持てる、うん、あれ数回3回ぐらい塗ったらこれぐらい出る。何それはチクトロがいいってこと悪いってこと。チクトロいい、いいの、うん、で厚み目ができるから塗って乾いてまた塗って乾いて3回塗りできるって。あれ早いでしょ。早い、ポリエステルが早い、うん、早いでしょ、うん、だからあのぐらいでポットライフがもうちょっと使い時間が長いぐらいの接着剤があれば理想的は理想的でしょ。これだったらいいけどね。 OK、はい、じゃあ来週一生懸命やってきます。